どうもパシチャンネルです。はい、皆さんお久しぶりです。お元気でしょうか。実はですね、昨日喉風邪をひいてしまって、ちょっとパシートークは見送りさせてもらったんですけれども、今日は予告通り運試しガチャやってきましたんで、今回はねラッキーセブンの7回やってきました。前回ね初めて回した時はお金がなくて2回回して、こちらの液と糖度が当たったわけなんですけども、今回も見ないで7回引いてきたんでね、銀色のジェームスかグリーンかインロンかアガンだっけ、まあどれか欲しいのが当たったのか一緒に見てみましょう。それではご覧ください、どうぞ。さあまず1つ目、こちら。おっ、やったー、かくれんぼトンネルってやつじゃないのこれ。きたー、刑事さんやったぞ。僕のカブブラ生活で1回も当たったことがなかった、このかくれんぼトンネルってやつ。うおー、いいじゃんいいじゃん。いや初めて見た。どんな感じ、組み立て方だって。ちょっとじゃあ早速組み立てさせてもらおうかな。はい、ということでこんな感じですね。うわ、なかなか見応えある、でかっ。あー、なるほどね、こういう作りになってんだ。おもじれー、かくれんぼトンネルだって。こうやって入れて、はい隠れて、ちょっと見えてるけどね。はい、かくれんぼトンネル糖度いいですね。これ欲しかったんだ。まず1個目としてはいい出だしではないでしょうか。さあ次2つ目、こちら、何でしょう。ん、なんだ、お、あれじゃないインロンかアンアン。おお、ほほほほ、どっちでしょう、どっちでしょう、この顔どっちでしょう、どっちでしょう、どっちでしょう。こちらはインロンでした。オーケー、中国の客車ですねシール先貼ってみようか。はい、ということでこちらがインロンくんでございますね。インロンは男の子だと思うんだよね。直線レールとインロンが当たりました。はい、今のところまだ機関車出てませんけど、トードとインロン。さあ次、ほっ、かぶったのか、そろそろかぶりか。おお、次はヒロです。これは持ってるから開けなくていいかな。まあ、ヒロは持ってるんで開けません。顔もなんか同じような表情だよね、持ってるのとね。はい、次4つ目、ドゥドゥン、なんだ、お、インロン、またインロンか。あー、駅だー、ガガーン、駅舎でございました。かぶった、これね、かぶりが出てしまいました。さあお次はもうこれで4つ開けたよね。5つ目、ドゥドゥン、おお、ガタ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 、出ました、グリーン。何者か全く知りませんけど、僕はグリーンのことなんか勝手に僕の中で当たりと、位置づけておりましたが、出ました。何ですかこれ、何これ、焼き芋売ってんのかな。石焼き芋、お芋なんて書いてある。グリーンは、焼き芋販売者、ちゃうちゃう、なんだろうこれ、何なのこれ、全然なん、機関車なのかもよくわかんないけど、機関車だよねちゃんとね、ディーゼル機関車、何だろうこれ、面白いね。はい、グリーンっていうのが当たりましたね。はい、ということでシール貼ってみました。こんな感じですね。はい、グリーンさんです。僕の中では大当たりですね。はい、グリーン当たって、これで 1,2,3,4,5、 お、もう6個開けちゃった、ラスト、あれ ?1,2,3,4,5 個か。あと2個。次はこれだ。え?え?何これ?あ、山月レールなんてあったんだ。あららら、そうですか。まあ持ってるんでこれも開けないでいいか。はい、14番の山月レールプラス、木が2つですね。はい、こちらが当たりました。さあ、そして最後の1個。まだ出てないアンアンが出るか。レイっていうのもいいね。あとシルバージェームス、オリバーも、カモン、うん、トーマスかい、トーマスでした。この顔のトーマスもなんか持ってるっぽいので開けません。はい、ということで、今回は7回回しまして、グリーン、インロン、かくれんぼトンネル、そして山月レール、トーマス、駅舎、ヒロが当たりました。まあ個人的にはこのやっぱ石焼き芋社のグリーンと、
まあ、中国のねこの陰論、まあ、これを手に入れちゃうとやっぱ今度アンアンの方も絶対手に入れなきゃって気持ちになっちゃいますけれどもね、まあ、シルバージェームス当たんなかったの残念ですけど、まあ、意外と被りがねこれだけだったんで、まあ、よしとしましょうか。はい、ということで本日は久しぶりの運試しガチャ、みんないろんな一番大集合編のガチャを久しぶりに7回回してみたっていう動画でございました。それではまたご覧ください。バイバイ。